らっしゃいませ、まかまかチャンネルです。ということで今日はですね、こちらひまか島にやってきました。今日はですね、ひまか島、釣りだけじゃなくて、まあ、いろんな魅力があるんですけど、その魅力の一つ一つをちょっと伝えていけたらいいかなと。夏なんでね、みんなひまか島遊びに来る人も多いと思うんですけど、こんな見どころもあるよっていうところと、あとやっぱり釣りはしなきゃいけないですね。手ぶらで来てもできる釣りがありますので、そちらを今日はやっていきたいと思います。はい、ということで今回お世話になるのはこちらですね、大海楼さん。ひまか島でも有数の大きくて綺麗な旅館ですね。いいね、西港からすぐだったね。やっぱりはい、道と言える道小道を抜けたらすぐドンとフェリーからも見えましたね。このクリーム色の建物が目印、大海楼さんで今日はお世話になります。ということでお部屋ご案内していただきました。広いね、畳の匂いがいい感じで、そしてこちら、いやー、のどかな海を一望できるお部屋ですね。なんか心休まるですね、やっぱりこれだけで。さあ、最上階上がってきました。こちら見てください。もうね、こののれんでテンション上がるよね。でここがね、有名なお風呂ですね。最上階の展望がいいんですよ。どうぞ。よっしゃった。いいよ、ドン。素晴らしい。はい、ということで茹でたてのね、ひまか島のタコ、先ほど釣れなかったタコやってきました。いやー、すごい。これはプルプルしてる。さて、じゃあ食べていきますか。いただきます。タコいきますか。ひまか島といえばね、このタコですからね。柔らかい。いただきます。めちゃくちゃうまいよこれ。旨味成分がもうジュワって、そして柔らかい。うん、プリップリ。もうこれだけ食べに来てもいいぐらいなのに、このお料理。さあ食べていきましょう。うまタコ、バーバイね。これはちょ、予備さんも早く食べたいですよね。すいません、カメラ。ありがとうございます。じゃあせっかくなんで、今からじゃあ伊勢海老行きましょう。いただきます。うん、幸せ。もう甘みが絶品っすね。甘みがもう絶妙。こんな贅沢な旅をしていいんですかね。海も綺麗で、のどかで、ほんといいとこですね、ひまか島。あとはゆっくり食べていいですか、ヤッピーさん。はい、はい、じゃあいただきます。ひまか島名物フグのヒレ酒いきます。おー、すごい美味しそう。はい、ということで今ね、ひまぽーついて、ひまか島ポート、あの船着き場ですね、西港のついてすぐ裏ですね。いこいさん、いつもお世話になってます。こちらですね、レンタルサイクルと貸し竿、これが手ぶらで来てもひまか島で釣りができる理由ですね。釣り竿が借りれます。そして仕掛けもついて、餌もついてということで、こちらですね、じゃん。そしてですね、こちらの憩いさん、あの新築祝い、こちら魚バサミですね。これは何でかっていうと、ひまか島結構この貸し竿でですね、危険な魚、まあ、特に釣れるのはハオコゼです。これがね、毒があって子供さんたちとか刺されるともう釣り嫌いになっちゃうんでね、手が痛くなって、まあ、あとアイゴとかゴンズイもいるんですけど、これ使ってね、魚をこう掴んでやっていこうと思います。で、初めて釣りするよっていう人も多いと思うんで、まあ、簡単にね、僕が今から釣りをして、こんなに簡単にひまか島でお魚が釣れますというところを見せれたらいいかなと。ハードル上げた今、大丈夫か。はい、ということで憩いさんから徒歩10秒着きました。ポイントです。ひまか島の西港ですね。これね、仕掛けめちゃめちゃ簡単です。もう作ってくれてありますんで、この先端についているこのスナップ、ここの輪っかにこれを通して閉じるだけ。これでもう OK です。これなら子供さんでもできますよね、初めて釣りする人でも。通すだけで、分かんない方は憩いの浩司さんが、ね、店員さんが教えてくれるんです。これ伸ばしながらこうやってさ、ここだけキュッとね、このつなぎ目だけ伸ばしながらやっていきます。仕掛けはもうできてる。伸ばします。
が OK ですね。で、先端に針がついてるんで、こちらですね、餌をつけてきます。餌は青磯部ですね。これね、ちょっと触るの苦手だよって方もいるかもしれないんですけど、魚を釣るために頑張りましょう。一番簡単なのはこっちの先端の方からこう口のところから刺して、こうクイッと刺す感じですね。これで OK です。で、長すぎると食べれないんですから、これぐらいでちぎれます。ちょうどいい大きさじゃないでしょう。じゃあ狙っていきます。で、あとは落として、で、たまにこうやって軽く上下させながら、食いついたよ、いくよ。あー、餌をかじられた。でも1投目から反応ありましたね。当たってる当たってる当たってる。早速また、ほら来た、あ、来たよ。2投目釣れた釣れた釣れた。はい、ベラですね。綺麗なお魚、色綺麗だよね。これベラです。これはね、毒もない魚さんですね。ただヒレがちょっとね、鋭いところあるんで、針を外すときは掴んで、これね、針が刺さってる方向とまっすぐ反対の向き、これね、無理に取ろうとしない、これ簡単に取れるので、こう反対に外す。はい、ベラちゃん逃がします。バイバイ。釣れましたね。こうやってね、すごい簡単に釣れるんですよ。一匹釣ったら自信満々。はい、来た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 よ。おー、マジか。こんなんも釣れんの、ここ。はい、シロギス。しかも結構いいサイズ、ナイスサイズ。これは帰って天ぷらにしましょう。いや、いいね、カシザオすごいね。来たよ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 。ほら、口がすごい。これアナハゼで、針はこれね、こうやって刺さってる時はこの刺さってるのと反対の方向に、ここの曲がってるとこも落ちそう、外しやすいとかね、やると簡単に取れます。来た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 。これがね、当たりですね。当たり来たよ。ちょっとでかい。ほら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 、めっちゃ引いた。はい、クジメ。これね、このカシザオでよく釣れるターゲットですね。クジメ20センチぐらいはあるね、これは。いや、いいね、根魚釣れましたね。やっぱりね、こっち来るとここが石が入ってるから、こういう石の周りはこういう根魚結構ついてますね。こうやってね、飲み込まれちゃうこともあるんですけど、あの憩いさんで針外しというものが借りれるんで、これこっち向きに使ってください。で、ここをテコの原理でこうすることによって針を外すんですね。なんでこのままお魚の口の中に入れていって、ね、ここに針があるんで、こうしてこうでひねると、ポロッと針が外れます。こうやって刺さってるじゃないですか、魚の口の中だとして、こうやって糸をこう通してって、ここでこう外す感じですね。分かるかな。こう刺さってるのをここでここにはめて、こうやって取る。はい、フグですね。釣れました。ね、フグはね、ちょっと毒があるんでね、優しく逃がしてあげてください。口が結構歯が鋭いんで、フグって意外と実は。ね、指とか噛まれると怪我しちゃうんで気をつけてください。はい、来ました。先ほど最初に説明した危険な魚。これですね、ハオコゼ。この背びれに猛毒があります。どう、怖いの映ってる、怖い感じ出てる、この背びれから。怖いですね。これがね、刺さると本当に危ないんで、子供釣り嫌いになっちゃうからね、これは本当に慎重にやってください。大人の方も、刺されたらめちゃめちゃ痛いです。こういうのは絶対これでしっかり掴んで、で、こっち側からやろうとすると危ないんで、上側からじゃなくて下側からこうやって外してね。で、こういうのこうね、ダメな危険な魚だからってこういうところに捨ててく人もいるんですけど、絶対海に戻してあげてください。ちっちゃい子が触ったりしても死んでからも毒はある。はいね、ハオコゼ気をつけましょう。カサゴに見た目が似てるからね、
ね、ちょっと分かりにくいっちゃ分かりにくいけど、あの背中のトゲの感じで見分けてください。はい、ね、30分ぐらいやっただけで全部で何種類 ?8 種類魚釣れました。で、今日はこのキスと針をね飲み込んでしまったこのクジメはキープして、それ以外はリリースします。はい、このね2匹は持って帰りたいと思います。こんな感じでね、カシザオでもね今カジマめちゃめちゃ釣れます。してヤッピーさん見ててね、ちょっと途中ヤッピーさんもやったんだけど、めちゃくちゃ楽しくない？これ楽しいですね。これは簡単だしね、釣りとしても、はい、最高です。危険な魚にだけ気をつけて、あとね子供さんは一応そのライフジャケットとかね、まあ堤防なんで危険が伴うんで、そちらだけ注意していただければいいかなと思います。ファミリーで来てもね、カップルで来ても楽しめる、そして手ぶらで来てやれるのが何よりいいね。ということで、はい、カシザオの釣りでした。ありがとうございます。みんなやってみてね。はい、今カジマですね、レンタルサイクルもあって、歩いてもね1周1時間ぐらいの島なんで、自転車だったら15分20分で回れちゃいます。なんでぐるっともサッとみたいな時はこれ自転車すごい便利ですね。で1時間が550円で、まあ、1時間か2時間で選んでもらって、ちょっとゆっくりお昼ご飯とか食べるときは2時間のコースがおすすめですから。じゃあ行ってきます。左回りで回ってきます。今からとりあえずはあそこ行きましょう。有名なハイジのブランコ行きます。こっち側全部海です。すごい。そしてそこが昇格さん、お魚が美味しいよ。気持ちいい。行ってきます。海だよ。東港です。ブランコスポットと覚えていただければ。はい、今僕は別のルートから行ったみたいですね。あのジブリコースから、ジブリコースとかないけど、こっちね東浜の方からずっと海岸線来ると階段ありますね。はい、上がっていきましょう。ドン。ブランコ。カップルで来たらあれ、あれだよ、あのオス幼いみたいな2人で、まあ、1人でやるとすげえ寂しいけど、ここがね一番メインの漁港から今先までは特別漁港、漁船も多いでしょうから、上がってたところが資料館です。で、ひまかじまの歴史とかが学べるところ。今日はね一番外側の外周を回ってます。これね、ひまかじまに来るカーフェリーですね。カーフェリーは久口港で来たんです。なんで車で今ヒマカジマ来たいよっていう方はカーフェリー西の方に戻ってきましたよ。ここがですね、西港側の海水浴場ですね。さっきカシザオで釣りしてた堤防があの奥の西港だ。で、ここが海水浴場になってます。例年だとあそこにイルカが来るんですけど、今年はまあちょっとそちらのね、イルカの動画は僕の南知多町観光大使の方の YouTube に上がってますんで、はい、そちらもご覧ください。ぜひ。はい、ただいまです。戻ってきました。気持ちよかったね、自転車一周どうだろう、15分ぐらいだよね、本当に。いやー、ブランコも満喫していろいろね、もうやっぱり風景がいいですよね。ぜひレンタルサイクル皆さんもお試しください。西港ね、すぐのところですね。フェリー乗り場カモメ売店さん、ちょっと中気にしていただけるということで、お土産見ていきましょう。これ言うてね、タコマン美味しいですよ。これタコ飯ですね、タコ飯の素。僕大好きなこれ、島のりですね。真正面、もうフェリー乗り場の真正面に邪魔します。はい、ということでね、乙姫さんやってきました。こちらですね、
見てください、いろんな定食のメニューから日間賀島のね、海の幸を使ったメニューがずらりと。どうもこんにちは、いつもお世話になってます。ありがとうございます。今日のおすすめは、今日はですね、今タコしゃぶが人気があるんですよ。あ、じゃあタコしゃぶお願いします。はい、であとやっぱり日間賀といえば、はい、タコ飯です。タコ飯、あ、いいですね。で、うちの名物のかき揚げ、かき揚げ、タコとエビと野菜が入ってたかき揚げ、すごい、はい。じゃあちょっと一人じゃ食べきれないで、はい、カメラマンの彼と一緒に、はい、食べたいです。名物おかみさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、タコしゃぶです。はい、行きましょう、タコしゃぶ。お湯沸いてるんで、はい、これ半ボールのタコですから、はい、とりあえず2枚ぐらい入れていただいて、はい、しばらくこの中でお待ちください。はい、で、身がギュッと縮んできたら、はい、こちらのポーズでいただきます。あ、美味しそう。これ日間賀島のタコ。そうです、そうです。わかめもちょっと温まったら。はい。わかりました。いただきます。ありがとうございます。おすすめのタコしゃぶ来ました。またね、海鮮マカマカとちょっとね、違うスタイルのタコしゃぶですね。いただきます。わかめを入れて。今日ね、これずっと日間賀島、昨日の夕方から来て、ね、カシスガモで釣りして、大海楼さんと終わって、今日サイクリングして、して、入ればいいと、乙姫さん。いただきます。プリップリ、うまい。海のね、香りがね、すごい口の中に広がって最高です。そしてですね、タコしゃぶの次は、はい、かき揚げだ。名物、はい、かき揚げです。はい、これが自家製のタレが、自家製のタレ、はい、ありがとうございます。いただきます。おすすめのかき揚げ、すごい大きい。いただきます。あ、またサクサク。そしてこれも見てください、タコとエビですね。これ日間賀島の名物がね、かき揚げになってます。いただきます。うん、うまっ。サクサクので自家製のね、このタレの何とも言えないこのうまみがすごいね。このソースも自家製の丼だれ、最高だね。はい、ということでおすすめ第3弾タコ飯も来ました。こちらタコ飯の定食ですね。見てください、タコがめちゃめちゃたっぷり入ってる。この香りがね、うわーって広がる。甘みがしっかりあるご飯で、だしも染みてて、そこにごま塩のアクセント、最高です。幸せが多いとか言ってね、タコと呼ぶという今年のね、呼び方がありますが、その通り。こうやってね、名古屋からね、1時間でこんなに魅力のある島にね、来れるということで、皆さんぜひ日間賀島遊びに来てほしいと思います。本当に名古屋でね、同じ料理食べようと思ったら昨日の夜もそうだし、あのね、昼もそうだし、もう全然お値段も違うと思うんで、お値打ちにね、こんだけ新鮮な海の幸がこうして海を見ながら楽しめる、最高じゃないでしょうか。ぜひ皆さんも日間賀島に遊びに来てみてください。今日は動画ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録お願いします。バイバイ、ゆっくり食べます。